はい、今日はこちらをやっていこうかなと思います。荒砥石です。荒砥石をやっていこうかなと思います。荒砥石とは何ぞやと、まあ、普通の砥石、まあ、見た目はもう同じなんですけど、まあ、これがね黒幕の12000番で、こちらが220番。まあパッと見ね、見た目は同じなんですけども、あの実際手に持ってみると分かるんですが、こっちがめちゃめちゃ粗いんですよ、ザラザラで。でこっちがめっちゃきめ細かい砥石になっております。どっちもね、あの人造砥石なんですけども、でこっちはめっちゃ細かい砂で、こっちがまあ砂利みたいなイメージですね。ですので刃物を研ぐと、こっちの方が非常に粗くガリガリガリって擦る感じで、こっちがこう滑らかにシャリシャリと表面をこう平らにするようなイメージになりますね。でこちらの方はですね、あのこう刃が欠けたりとか、刃の形を変えたいとかいう時に使う用途の砥石です、ね、もちろんこうワンストロークで削れる量がこっちに比べてこっちの方が多いので早く作業はできますが、その分ガリガリって削るのでめっちゃ面が粗いんですよ。ですのでシャープな切れ味にはなりません。シャープにするんですと細かければ細かいほどいいです。まあでもね、いくら細かくなっても結局刃にしっかり当てれないと意味がないので、まずやっていこうかなと思います。今これねめっちゃ切れる状態です。こんな感じでですけど、これをちょっと刃を潰してやろうかなと。はい、こんな感じで、わかるかな、こことここも欠けちゃったのはわかりますかね。こことここです、もう欠けが入ってます。でこういう欠けてしまった時に活躍するのはこういう荒砥石が出番です。まあこれくらいでしたらね、あの1000番でも全然いけるんですけども、あえて今日はこちらでやっていこうかなと思います。とりあえずこれ欠けてしまったので、欠けた時はこの欠けたとこだけを研ぐのではなくて、ここ全体を同じように研いであげれば、同じままこうずっとこのまま刃がこう一緒に減っててくれるので、そうすると使い心地は変わりません、うん、ではやっていきましょう。でまずはまあ普通に濡らしてあげて、あこのタイプの砥石はね、あの水つけただけでいいですけど、この砥石の種類によっては、あの水につけておかないとダメなやつ、例えばこれなんか100均の荒砥になるんですけども、あ100均ではこれ荒砥石とか確か書いてないと思いました。砥石だけで確か商品で出てると思うんで、これは荒砥ですので、それ荒砥かどうかを判断するのは番手、要は300番とか、まあ、200番とか1000番とかいう風に書いてありますので、1000番を目安にして、それより上だったら荒砥、それより下だったら、あの数字が大きければ仕上げ度という感じで3種類、まあこれとこれがまず同じで、こんな感じにまあなってまして、これが中砥と言われる1000番で、それより数字が少なくなればこれが荒砥になります。でこれより数字が大きくなると、この仕上げ度こちらになりますので、まあこのスパンテ、これ見てあの買うといいと思います。あとはまあ水につけようがつけまいが、それはまあお好みなので、自分で使ってみていい方を選んでいただければいいのかなと。でこちらのやつはもうこれだとね、あのすぐ水が表面に残りますけど、こちらなんかもうやるともう中にこう染み込んじゃってて、水を吸わないとほら乾いちゃった人もこういう状況なので、しっかり水吸わせてあげないと研いでる時にも乾いてしまいます。こっちはねもう吸水性がないので、このまま使えるタイプの砥石になります。ではやってきます。でもここ欠けてしまったので、全体を減らすイメージで、ここ全体を同じように均等に刃を切り刃に当てていきます。でこう刃の様子を見ながら、まだ欠けてるなーって見えるじゃないですか、そういう時はまだもうちょっとやってあります。これがね大体消えるくらい、大体でいいですよ。はい、で大体消えた感じですかね、ちょっとかすかに見えるかなーっていう感じですが、うん、もうちょい行きますか。はい、こんな感じで、だいたい消えたでしょ。まだかすかに残ってますが、だいたい消えました。こう刃先を触ってみると、こう返りというものが出てます。まあバリッといったりもしますが、これを指で感じれるかどうか、刃先にさえこの先にねしっかり当たってると必ず出るので、ですので荒砥ですとね、すごい分かりやすいので、返りがねあの分かりにくいなんていう方は、こういう荒砥でねこうやってみるとすぐ分かりますので、簡単にこう返りがバリが出てきますので。で今これは何が起こってるかということなんですが、今こんな状況ですが、これが今この状況です。これ刃物の模型作ってみました。
で今こう研ぎましたね。で今こんな状態で帰りが出てますよと言ってましたが、その帰りというのはこちらになります。これですね、これが帰りです。こっちを研ぐことによってこうあっちにこう金属がめくれていってる。でこんな感じでザラザラってでこんな状態になってます。これが帰りです。でそれを今こう触ることによってこう指で感じれるわけです。こう目で見てもねもう分かんないですからね、かすかに何かいるかなってくらいのもんで。ですが人間の手はね2000分の1ミリでしたっけ、髪の毛のねあのキューティクルまで感じることができるので、ものすごい人間の手はすごいです。でまず帰りが出ましたら今こう書いてる状態なんで、まあ、これでも切れることは切れるんですよ。やってみますか。こんな感じでもうノコギリみたいですけど切れることは切れます。でもこんなんじゃ全然包丁としては使えないので、この帰った帰りを今度取ってあげます。でひっくり返してでやってあげると今度反対に帰りが出てきますので、あとはこの帰りを取ってあげまして、そうするともうこんな感じで指にちょっと引っかかるようになります。でねこう爪に当ててクッて引っ張った時に引っかかりがあるようでしたらもう刃が立ってるということなので、ではこれで切ってみましょう。うん、粗隣の切れ味ですが一応こう切れます。でこれだとまだあの料理に使うにはねちょっとまだ粗いんですよ。魚の骨とかねあのガン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 やるようなのでしたらこれでまあ全然いいんですけども、これだとちょっとあの繊細な料理、これでちょっとネギ切ってもねあの涙が出てしまいますので、220番からなにわ研磨さんの1000番これでちょっとやっていこうかなと。研ぐときはですねあの番手このまま220番でしたら次の番手は倍だから400番とかですので、倍倍倍でいくといい仕事が早いと言われております。ですが私の場合はもう220番からもう一気に1000番まで行ってしまいます。では行きます。でねあのさっきと同じ角度でアラットに当てた時と同じ角度でこのまま研いでいくと、これ続けるだけでいいです。でさっきと同じ角度で当てさえすれば簡単にねもうこの傷をこれで消すというイメージなので簡単に研ぎ終わります。最初のねアラットは時間かかりますが、こちらまで来てしまうともうすぐなので、で親指はねここに当てるといいです。そうするとこのねじれを固定できるので角度調整がしやすくなります。で反対でこう返りが出まして、あとはまあ返りを鳴らしてあげますよと。今ねあのこう金属疲労でこうこっち曲げてこっち曲げてってあの返りを取ってるような研ぎ方です。こんな感じで、で、まあ、一応返りが取れましたよ。でも正確にはこの返りはまだ残ってるんですよ、この先に少しだけね。でそれをほらあの新聞紙とかで紙とかでよくこんな感じにね新聞紙丸めてこうやったりするじゃないですか。それがあの細かい返りを取る作業になりますが、まあ、これでも全然いいですよ。まあむしろねこのままでやると返りが出たままなので、あの調理してる最中に返りがだんだん取れてって最後には切れる刃が出てきて、結局はそれはトータルこの返りが取れるまでの時間とあと刃が出てからの時間で長切れするという解釈もできますので、まあ、そこら辺はねお好みで皆様やってみてください。では切れ味の方をいってみましょう。これは1000番の切れ味になります。こんな感じですね、まあ、このくらいあればもう家庭では十分なので、何かありましたらコメント欄の方へお願いします。あとグッドボタンとかねチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。ではまた。